先発とリリーフ、藤浪をどっちで復活させたらいいか、もうよくわからない。どうもございます。今回ですけども、まあ、ちょっとね、ヤフーニュースで、藤浪選手のね、ニュース、遠方が、6年連続ダウンというね、ヤフーニュースを見たんですけど、そこでね、気になった発言があったんで、まあ、ちょっと今ね、急遽動画を回してるんですけど、まあ、そのね、発言というのが、まあ、完全な自分のエゴで先発をやりたいという思いがあると。そのエゴを通せない程度の実力なら、中継ぎでも、大した成績を残せないと思っているので、自分のエゴを、貫いて、やっていきますと。いうことなんですけど、エゴとか言ってる場合か、藤浪晋太郎。言ってる場合じゃ、言ってる場合じゃないんだよ、藤浪さん。ええやんけ、どっちでも、先発でもリリーフでも、こだわりたいのはわかる。こだわりたいのはわかるよ、先発に。自分のね、理想像、目標、ポリシー、いろいろあるだろうから。わかるけど、そんなところで、こだわってる場合じゃないんだよ。もっと泥臭く、貪欲に、育成から這い上がってくる選手みたいに、死ぬ気で頑張れよ、もっと。プライドとかもういいんだよ、そんなの、どうなって。目覚ませ。はい、まあ、ということでね、いろいろ言ったんですけど、まあ、先発にね、こだわりがあるっていうのは、まあ、前々からね、知ってはいるけど、さすがに。だって、今シーズンね、めちゃくちゃね、チャンスを与えてくれたわけじゃないですか、山監督は。開幕投手という形で、まあ、先発ローテーションにね、開幕から入れましたから。言うてね、オープン戦も、一軍絶対入れるみたいなピッチングはしてなかったと思うんで、まあ、その中で、山監督がね、開幕投手に抜擢して、まあ、その後ね、1ヶ月ぐらいかな、先発ローテで、使ってくれてたし、まあ、それでもね、やっぱりこう、3試合目ぐらいか、開幕戦からね、藤浪選手の、まあ、いつものね、悪い兆候が、出始めたりとかしてて、フォアボール出して、崩れるというパターンですよね。っていうのがね、やっぱり今シーズンあったんで、まあ、先発ね、まあ、無理とまでは言わないんですけど、まあ、正直ここまでね、チャンスを与えてもらった1年、で、結果を残せなかったんで、正直ね、藤浪選手の言葉からは、どんな形でもあれ、中継ぎでも先発でも、阪神のね、優勝のために貢献します。っていうくらいのね、あの言葉が欲しかったわけですよ。エゴって何？エゴって、ええやろ、もうそんなんは。よくない？どっちでも先発でもリリーフでも活躍できたら、藤浪選手はね、今年中継ぎで、まあ、結構その2イニング目とかにね、打たれるっていう傾向があったんで、まあ、ロングリリーフっていうのはもしかしたらね、向いてないのかなと、思うんで、まあ、結構そのね、1イニング限定というか、セットアッパーというか、まあ、そういったところだったら活躍できるんじゃないかなと、僕はね、個人的に思ってます。1イニングだけだったら本当に無敵のね、藤浪晋太郎っていうのが、今シーズンも見れてたし、甲子園でね、まあ、先発中継ぎね、今シーズン、どっちつかずというか、まあ、中途半端なね、感じで終わってしまったと本人もね、言ってたんですけど、まあ、それだけね、自分がね、安定した成績を残せてなかったと。そういうところが、先発中継ぎどっちつかずという風になってるんで、まずはね、そういった、こだわりっていうのをね、一回ね、捨ててみてもいいのかなと思います。自分のプライドだったりとか、自分のね、譲れない、まあ、ポリシーだったりっていうのはあると思うんですけど、やっぱりこのね、プロの世界に入ってる以上、結果が全てなんで、今シーズン先発でね、あの、結果が出てないのでね、どちらかといえば中継ぎの方が結果出てるんじゃないかなと。まあ、去年とかあったらね、絶対中継ぎの方が成績良かったと思うし、今年ね、藤浪選手ね、藤浪を甲子園で見たいなと思ってもらえるような1位にしたいと、来年ね、言ってたんですけど、藤浪さん、あのね、阪神ファンみんな見たいと思ってるから、大丈夫よ、そこは。もういつ何時でも、どんだけ調子悪くても、もうね、いつでも見たいと思ってるから、あの、ミッシュのね、曲が流れた瞬間、すっごい歓声が上がるんだから、息を切らしてさーってね、もうかかった瞬間ですよ。はい。いや、前奏も瞬間からから、もう前奏がね、流れた瞬間からね、とてつもない歓声、拍手が湧き上がるんで、はい。あなたはね、もうスーパースターですから、もうそこはね、もう気にしなくていいんですよ。なんで、我々が見たいのは、藤浪投手が躍動してる姿。別にね、先発じゃないんですよ。先発で躍動してる姿をね、僕たち見たいわけじゃなくて、藤浪選手が躍動してればそれでいいんですよ。まあ、躍動して優勝にね、貢献してる藤浪選手が日本を代表するようなね、ピッチャーになると。それだけのね、素質があるっていうのはもう、まあ、阪神ファン以外にもね、たくさん思ってると思うんですけど、まあ、そのポテンシャルをね、いかに早くこっから出せるかってなったら、中継ぎのが絶対ね、出せるんですよね。出しやすいと思うんですよ。やっぱりあの160キロのストレート、そして変化量のね、多いカットボールだったり、フォーク。まあ、一応ね、カーブもありますし、そういうところで無双するってなったら、本当にもうセットアッパーっていうのがね、鉄筋だと思うんですよね。まあ、来シーズンね、このスアレス投手が、もういないわけですから、まあ、クローザーっていうところでもね、十分面白いし、いや本当にね、もうそんな先発のね、あの、エゴとか言ってる場合じゃないからね、そこだけね、ちょっと意識してほしいですね。まあ、この先、今もあったら、本当にね、来シーズン、または、再来年、戦力がやっても
おかしくないと思うんで、藤波投手、今後ね、10年、15年、終わりなき時代を作ってください。はい、それではね、今回はこの辺の動画を終了したいと思います。この動画を見てくれた方はぜひ、高評価と、チャンネル登録、コメント、積極的転載をよろしくお願いいたします。それではご視聴いただきありがとうございました。